はい、どうも、バルコンです。皆さん GAW 楽しんでますか？そう、ガンダムウィング、ゴールデンウィークですよね。で、今回はゴールデンウィークセールっていうのをなんかブックオフでやってて、そこで買ってきたものを紹介したいと思います。まずはこちら、アラクニド234巻。この漫画はもうだいぶ前、何年か前に1巻買って読んでたんですけど、あんまりしっくり来なかったんで、まあ、2巻から買ってなかったんですけど、まあ、今回安く売ってたんで、まあ、ちょっと読んでみようかなと思って、一応4巻まであったんで、まあ、2巻から全部買ってきました。内容はこの女の子が主人公なんですけど、この女の子が命を狙われてて、で襲ってくる敵とこの女の子が戦うっていうアクション漫画ですね。ストーリーは結構少年漫画らしい少年漫画だと思います。まあ、確か今12巻ぐらいまで出てるんですけど、面白かったら買っていこうかなと思います。じゃあ続いてこちら、スプライト。この漫画はだいぶ前の動画で10巻まで買ったのを紹介したんですけど、11巻、12巻、13巻、そして14巻、買ってきました。このスプライトっていう漫画は今確か14巻まで出てるんで、まあこれで全部確かこの漫画14巻まで出てるんで、まあこれで13巻まで揃ったということで、あと最新巻買えば一応出てる分は揃いますね。ストーリーは前の動画で説明したんで、今回は説明はしないでおこうと思います。じゃあ続いて最後、殺意の戦記の第2巻。これはブックオフじゃなくて普通に本屋さんで新品で買ったやつなんですけど、なんとこの2巻で完結らしいです。もうすごいびっくりしました。本当今からこの主人公がいっぱい敵と戦って経験値を積んでいって、こう少年漫画らしい話が続いていくと思ってたんで、で気になったんでちょっとツイッターで殺意の戦記を検索してみたら、打ち切りっていうツイートをしてる方が多くて、まあ、本当に打ち切りかどうかは分かんないんですけど、僕も読んだ感じだと打ち切りかなとちょっと思いました。結構人気はあったみたいなんですけど、もし打ち切りだったら本当に残念です。はい、ということで今回はまあ最近買った漫画紹介でした。ちょっとゴールデンウィークは友達が来たり、ちょっと課題が出てたりしたんで、なかなか動画作れなかったんですけど、また次回はいつも通り週1のペースでアップできると思います。ということで、さよなら。